はい、いです。えっと、今日は10月10日の木曜日。えっと、急になんか動画回したくなって <laughs>、あの、急遽回し始めました、えっと。これは、えっと、字幕なしの動画になります。本当にすいません。えっと、リアルタイムを届けたくてみたいな感じで、あの撮っておこうと思って。あの、最近なんか DM とかでも結構ワンオペでしんどいですみたいな、あの、メッセージとかも相談とかいただくんですけど、なんか私も、 今その状況でなんかすごい煮詰まっちゃっててかもうある日突然結構プツンと切れちゃったんですねでそれがまあ最近でその私のこの子育ての環境はまあ親はもう二つとも二人両家ともあの全く頼ってない状況なんですねまあ自分の親はまあ仕事をしてるし別に自分の家の人生だよねみたいなスタンスの人だからなんかまあ子供孫の世話とか子供の世話を まあする気はないっていうか、まあ当然なんでそれがする気ないっていうか、しないのが別にね、悪いとかいいとかじゃないんで全然。まあ真面目別にノータッチですよっていう感じで。で、向こうはやっぱ県外なので、まあそんなの物理的に無理ですよねっていう話で。なんか私はその別に見てほしいとかは全くその思わないんですよ。子供っていうか、ま、自分の子供はまああの、おばあちゃんからしたら孫になるんですけど、孫を見てほしいっていうふうには。 別にそんんななな思わないタイプなんですね自分で産んだ子供だしあの自分で面倒を見るのが当然だよねっていう私はタイプなので,で今までやってきたんですけどある日プツンと切れちゃったんですね聞きたくなかったんですけど周りからおばあちゃんに送り迎えとかもしてもらってとかなんか全然お家でご飯食べててみたいな週何回かご飯食べててとか作ってもらってとか送迎習い事の送迎とかも全部やってもらってるとか。 朝何時まで寝れてるとか、まあ、別にどうでもいい話をまあ耳に入ってくるわけですよ聞くと「あへえそうなんだ」って思える時となんか思えない時があってで最近その思えないのがずっと続いてきちゃってどっちもどっちじゃないですか頼むのも気を使ったりとかあとあとやっぱフォローとかケアをしなきゃいけないとかそういうのもあるし別にそれが羨ましいとかは思わないんですけどなんかそれを聞いたりとかするとめっちゃ辛くなっちゃって。 私もなんかその子育てが自分が苦しくないかって言ったらそうでもないんですよね。やっぱり人の手が欲しかったりとか、あのー、誰かいてくれたらな、この時に誰かいてくれたらなって思うこともめちゃくちゃあるんだけど、けど実際頼もうって思ったら気を使っちゃったりとかもするし、まあうまくね、人に頼れればいいんですけど、まあ頼れない部分もあるんで、まあそういうね、幼稚園の先生とか、 に頼ったゼロかって言ったらゼロじゃないんですけど、まあ、自分の身内とかには全く頼れなない状況なんですねでもそんなこと言ったらまあそもそも子供なんか自分の自分が産んだんだしっていう話になるし私はまだね地元で子育て、まあ、何やかん言ってもしてるんでそんなこと言ったらじゃあ県外で子育てしてる人とか海外で。 全く知らない土地で子育てしてる方もいるわけで、そういうのを思うと何を甘ったらいこと言ってんのってふうに私も自分のことを思うんですね。なんか自分も一人目の時は県外で子育てしてたので、その県外で子育てして家庭を築くっていうその大変さとかもすごくわかるんですよね。わかるっていうかまあ一人目一人だけだったんであれなんですけど、その大変さとかもね。 あの今とは違うんですけど何が言いたいの自分っていう感じなんですけどコメントとかでもやっぱいろんな人の手があって子育てするのが当たり前だよねみたいなコメントとか来ると結構ぐさってくる時があって朝とかも起きるのって私大体いい4時半から5時の間に起きるんですね4時半から5時の間に起きてまあご飯作って子供たちの準備とかしたりとかしてでまあれんちゃん一番末っ子の子が起きてきてまあご飯あげてっていうのでまあ一人でやるんで、まあ、じゃあそっから幼稚園送ってとかもやるわけですよ だからやっぱ時間がねどんだけあってもなんてか知らないけど足りなくって朝まあ子供たちが一人一人起床する時間も違うし登園する時間も違うのでまあバラバラで当然なんですけどもうなんか朝一のこの労力がいや一日の労力終わるぐらいのエネルギー使ってる気がして朝のだけで朝の時間だけでもうめっちゃくたくたになって朝9時過ぎぐらいには子供たちが悪いとかじゃないし ななんんか別に当たり前なんだよ5人子供いるしだって朝ごはんとかもやっぱおにぎりとか味噌汁作ってまあ行くわけですよまあ結構時間かかるよねでそこから水筒の準備してとか子供らの準備して歯磨かせて服着替えさせてでまあそれしながらまあ掃除してじゃないとまあ間に合わないし今日もなんかプツンと切れちゃった日であーみたいなまあでもそんなもんじちゃそんなもんじゃんまあしゃあないっちゃしゃあないなんですけど なんかそういう送迎できしてもらえたとか子供が風邪ひいたから全然預けられるっていう話を聞くと。 うらやましいとかではない。別にうらやましくはないよ。本当に。うん。でもコメントとかでもなんかみんなと手を取り合ってやった方がいいですよね、みたいな。そういう家庭環境の人ばっかじゃないから。昔の人の子育てはとか言うけどさ、知らんが昔の人って都合のいい時に出すなよとか思うしね。じゃあ今このね、日本でなんでおじいちゃんおばあちゃんが見れないのかって言ったらおじいちゃんおばあちゃんも働かなきゃいけないのよ。働かないと将来、 ね、自分の老後とかおばあちゃんたちも老後過ごせないから今働くわけであったりとかなんか別にそういうふうに思って自分はうらやましいとは思ってないけどなんかすっごいしんどい日に比べちゃうなっていうのがあって、まあ、なんか何が言いたいのって話なんですけど、まあ、それがね最近そういうコメントとかもいただいてちょっとぐさってくるっていうかね自分もそうだなっていうふうに思うことがありました。例えば朝とかかも旦那、まあ、今行ってるから けど私は一時区行く1時間前に起きて一緒に準備してくれてたんですね。何でかってっ私も昼から仕事あるし一緒じゃないですかやることは。何であんただけ起きれないのっていうふうにあの思ったりとかそういう一人で全部やってることがすごく負担になっちゃってうんなんかね。<laughs> 疲れまたっていう話なんですけどなんか子供はもうめちゃくちゃ可愛いじゃん子供はめちゃくちゃ可愛いしこの間も子供たちと旅行行ってすっげえ楽しくってやっぱ来てよかったなとかやっぱ家族っていいなっていうのを改めて実感させられたりしてマジで家族には感謝してるんですけどもっと自分が器用だったらもっともっと,もっと っっっと家中が良くななたたりりするのになって思せか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 時間に追われてるのもまあちょっとしんどくなってきたなってところで何喋ってるか分からなくなるっていうね安定のまた会話行方不明が始まりましたけど、まあ、とにかくなんか自分の中でプツンと切れてしまいましたうーんってなる時もあるんですけどでも自分が幸せか幸せかじゃないかって言ったら幸せなんですよ。住めるる家ももあってご飯も別に、ね、困っててご飯別に困ないしし食べれるし 食べれる健康な体があるわけだし何が不幸せなのっていう話になるじゃんもう全然幸せですよだけどその隣の芝生は青く見えちゃうんだよねまあ、田舎のね隅っこではい旦那と2人でまあ,あの子育てやってますしんどい時もあるしんどい時もあるけどなんとか生きてるからあのみんな頑張ろうっていうメッセージでございましたたまにあの糸切れちゃうんですけど別にうちの糸でっかいんで。 すすごいいじゃなで、ね、家族各家族ってんですかにおいてちょっと、あのー、ブツブつ話してみましたうらやましいうらやましくはないから全然うらやましくないからだってだって大変だもん大変だもん大変だけどどっち転んでも大変なのよどっち転んでも大変季節の変わり目ってメンタルえぐいわー石川県はさ クソ寒いからまあ北海道の方とかね東北の方に比べたらね全然ぬくぬくかもしれないんですけど夏は死ぬほど暑いしさ冬は死ぬほど寒いしさなんかこっからまた灯油代がこっからまた灯油代がかかっちゃうんじゃないですかすっごい10万1ヶ月10万ぐらいえもっとかかるって思うとちょっと今 <laughs> やみそうでございます <laughs> こうやったらいいんじゃないっていうコメントがありましたらよかったら教えてくださいはい正かでありがとうございます